方がムカつくわ。やるんか。全部俺のせいや。すいません。さっき言うことや。嫁が。これですね。おいおい、予約してない。それじゃあ、はい、どうや、うん、それじゃあ私、うん、いいんですか。そうですか。そうやな。押しといて。わかったわ。ええ、そうですね。いざ何でも。え、ま、うん、あ、はい、あ、まじ、まじまさん、え、そうか、そうだったんです。うん、もちろん。そうやな。うん、そうです。え、お世辞なんて。なるほどな。うん、真島さん。はい、真島さんは。え、ずっと聞きたかったんです。答えてくれますか。そうやな。大事。真島さん、そこまで私のことを思ってくれてたんですね。嬉しい。はい。いや。うん。お疲れ。いらっしゃいませ。また来ちゃったよ。
こそ参戦。かわいいじゃないか。楽しく行こうよ。ようこそ。美人じゃないか。いらっしゃいます。また来たね。今日は最高だ。お待ちしてました。ルッピンさんやないか。ようこそ参戦。楽しく行こうか。どうぞ。さすが真島さんですね。こちらになります。ありがとうございます。フィーバーするで。盛り上がってきちゃった。嬉しいな。コンボありがとう。ありがとうございます。今日は最高やな。メニューになりました。お願いします。ありがとうございます。いいわ。こちらに頼りにしてます。ふざけるな。サービスいたしますので。めっちゃ嬉しい。最高だ。嬉しい。お願いします。素敵だよ。ゲストグラス。いらっしゃい。ありがとう。フィーバーするで。わーい。ありがとう。コンバありがとう。めっちゃ嬉しい。ご延長はいかがでしょう。延長で頼む。ご延長ありがとうございます。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ようこそ。ありがとうございます。行かせてくわ。ありがとうございました。わーい。盛り上がってきちゃったよ。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。盛り上がりましょうか。よろしくな。いらっしゃい。お願いします。どうぞ。ありがとうございました。かわいいや。ありがとうございます。フィーバーするで。盛り上がってきた。ありがとうございます。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございます。盛り上がりましょう。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございました。かわいいな。ようこそ。どうぞ。行かせてるわ。嬉しい。ようこそサンシャインへ。ふざけんなよ。困ります。サービスいたしますので。お願いします。今日は最高だ。やめて。サービスいたしますので。ありがとうございます。また来たね。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございました。盛り上がってきちゃったよ。楽しみましょう。かわいいじゃないか。楽しくいいな。嬉しいです。
盛り上がりましょう。はいはい、いらっしゃい。お願いします。アイス交換いたします。わかりました。嬉しいです。いらっしゃい。チェンジとか。いらっしゃいます。楽しくいただきます。お願いします。リバスルで。ありがとうございます。お気にね。行かせてるわ。お願いします。盛り上がってきたわ。こちらになります。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。行かせてるわ。嬉しいな。ありがとうございます。ありがとうございました。お願いします。おしぼりで。助かりました。お気に入り。ありがとうございます。また来たね。お気に入り。楽しみましょう。かわいいな。ビバスルで。お気に入り。盛り上がってきたわ。ありがとうございます。お願いします。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。お願いします。お願いします。今日は最高だ。おしぼりです。真島さん素敵です。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。そんなになんねえ。空ワクワクですよ。暇。ちょっと。支配人、すみません、よろしいですか。あ？ホールのお客様が支配人とお話ししたいと言ってるんですが。どんな客や。どうも日本人じゃないようです。多分中国人の。
背が低くて少しくたびれた感じの。支配人、いかがいたしましょう。すぐ行く。どこのテーブルや。ご案内します。こちらへ。お、行って、待つ。支配人、こちらです。支配人、こちらのお客様です。お呼びでしょうか。ああ、私ね、支配人さん。ジャンバレーの闇医者、なんてやったんか。グランド、いいお店、全部支配人さんのおごりね。おい、ここはもうええ。俺がこのお客様の相手する。それと、こちらの患者は俺持ちや。頼むで。かしこまりました。昼はすまんかったな。あんた、怪我しとらんか。ああ、いいよ、もう。こっちの方が人数多かったし。あなた、ほんと強いよ。李さんも顔負けねえ。おい、酔っ払う前に用件言えや。その理由はどないした。なあ、そうそう、私、李さんのお使いで来たよ。李さん、あまりこういう店で顔を晒したくない。だから私、伝言頼まれた。伝言？大丈夫、私まだ寄ってないよ。リーの電話なんや。ああ、あなた、これからすぐ店抜けられるか。なあ、なんで。お店出たら、あなた自分の家に向かう。支配人さんの家、ここから遠い。いや、蒼天堀沿いや。ああ、好都合ね。リーさん、あなたが家に着いたら、そこであなたに声かける。リーさん、お店から出たあなたのこと、どこからか見てる。俺のねぐらを突き止めたいっちゅうわけか。私、伝言伝えるだけ、よく知らないよ。そうか、わかった。あんたはこのまま好きなだけ飲んでいけ。本当？いいの？はあ、さすが太っ腹ね、支配人さん。私、あなた大好きよ。